わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。今回はロバーに対してトウカちゃん使っていきましょう。私ね、グールコラボトウカちゃんしか当たってないんだよ。しかも3体もうね、なんか使わなきゃなっていう結果がここです。そう、冷徹ロバーで活躍できればそれなりにいいことなるんじゃないかなってことでやっていきましょう。サブ落としました。ただロバーはむずい。そう、ただただロバーはむずい。もちろん得意な人もいるかもしれないけど、私はちなみに不得意な方だと思ってます。頑張ってやっていきましょう。でね、トウカちゃんの強い点先に説明してしまうと、トウカちゃんはね、バフ持ちなんですよね。バフ持ってるんで、そのバフを駆使してあげれば多分そこそこね、そこそこぐらいは使えると思うんだよね。めちゃめちゃ強いとは多分口が裂けても言えないと思う。ただ期待はしてます。頑張ってやってみましょう。で、そう、編成に関しては、いや政宗3積んでるやんって言われると思うんですよ。そう、おっしゃる通り、私は政宗さんいなければ勝てる気がしません、このクエスト。ご了承を。お、エナポ当たんじゃね？あ、当たんねえか。エナポ当たったらどんなもんなんだろうな。あ、でも正直そこまで期待できないかな。で、あの問題、ここ。ここが問題。ゲージ切れる？そこなんよ。ああ、オッケー。ゲージ切れるってことは、多分ロボも処理できる。だね。突破していこう。ほい。じゃあ、ステイチは突破。まあ、ステイチはね、突破できるんだけど、あとはそう、トウカちゃんね、バフなんだけど、倍率が 1.5 倍なんですよ、2段階目で。1.5 倍っていうと、政宗の攻撃アップと一緒なんだよね。だから、これまで見たことない政宗の火力が見れるぜってほどではないんですよ。あー、これなんか上はまりそうだなー。いけた。あー、でも弱きすぎた。あー、弱きすぎた。難しいね。そうだから、もし、例えばよ、バフがさ、1.8 倍とか、政宗の攻撃アップを超えるんであれば、あの、政宗最新火力出ましたみたいな感じになると思うんですけど、変わらないんだよね。そこが非常にもったいないと思います。それか、まあもう今更言っても変わらんけど、遅延。そう。このクエスト、遅延が1体来れば、結構終わるゲーなのよ。遅延さえ来てくれれば、もうパカパカ遅延打って、それで終わっちゃえるんだけど、そこまで甘いクエストにはなってくんなかったね。さすがにまだ気が早かった。お、いいね。ナイス、トウカちゃん。貫通はね、こういうとこやりやすい。そう、こういうとこやりやすいのよ。オーケー、突破でございます。で、こう、あー、この位置、上一体かな。次 2P だもんね。格殺。お、エナポが、デン。あー、当たってんだか当たってないんだかって火力だな。これ時間かっちゃうね。うん、ここ2体同時はね、私できる気がしません。次 3P が動くから、こっち処理しとこう。お、トウカちゃん高キャップした。してもか。別にそうだ、しても変わんないな、多分。まあ、頑張ってやっていこうぜ。ねえ、バフがね、バフの倍率を上げてくれるか、遅延ストライクショットにしてくれれば、本当にね、新しいロバーの最新適性とか言えたんだけど、ほら、この間さ、ベニマルちゃんが来たじゃないですか。延々コラボの。ベニマルが割合なんだから、トウカちゃんは別でよかったんじゃないかなって、私は思います。これ一発入れてみていいかな。今攻撃アップしてんだよね。攻撃アップしてる状態であれば、そこそこ削るんじゃないか説。行ってみよう。ああ、ダメだ。ダメだね。攻撃アップしてレフポジキラー乗っかった方が綺麗に当たったけど、その上でダメだった。その上でダメってことは多分、きついね。だってこんだけ火力の差が出るからね。2倍以上だね。あ、そうか、でもまあ、キラー M みたいなもんだからな。しゃあないことか。いやー、2本当てたいけど、難しいね。やばい、削り切れるか？残り3ターン。残り3ターンで攻撃アップは、あ、してるね。いける。お、2本当たらない。当たらないか。まあでもいける。OK。ごめんね、特にロバーの時とかさ、私、全然喋れないんで、ご了承ください。ほんとね、このクエスト、
正直さ、攻略してから後付け動画にしようかなと思ったんですけど、まあなるだけ頑張ってみようということで今回は喋りながらやっております。はい、ミスター、やばいね、次即死だね。さすがに削りきるでしょ、高ギャップしてるし。はい、よし、 OK、 突破でございますと。問題はこの次だよな。あ、違うか、この次の次か。あ、ここだっけ。あ、ここはいいや。ここはまあ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 、これでいけるかな。行ってくれたらハッピーだけど、あ、上当たってないかな。上当たんねえや。いやー、むずい。本当にロバーはもう慣れれば楽って人が多いけどさ、慣れなきゃむずいよってことは。もうちょい、もうちょい、もうちょい。これならいったかな。頼んます。ねえ、この角度を最初に見つけてくれた人、本当に感謝しております。誰か知らないけど、初回の時なんてね、マジでここでオパック使ってたからね。そしたら一応削ってみるか。当たんないかな、これ。当たったね。当たったけど、うん、まあそうだよね。一応レフポジキラー乗っかってるけど、そもそも超バラですらないからね。火力不足感がマジで否めない。ああ、もうちょっとだった。惜しい惜しい。ああ、でもやっぱちゃんと削ってくれる。これ、政宗なしで攻略してる人いるけどさ、もう神よね。絶対できる気がしないもん。で、やりたくもない。2本当たらない。いやー、渋いなー。渋い渋い。ここで10日ちゃんのバフ使う？いや、でも次で消えちゃうからな、結局。そう、消えちゃうのはもったいない。やっぱボス1かね。使うとしたらボス1だ。ボス1で使って、政宗のアシストスキルで、すぐ溜まるぜ、ウォウを。それぐらいしか思いつかない。お、いいんじゃない？攻撃アップ乗っかってて、キラー乗っかってて、ドン。そうだよな。今までいっぱいいっぱいか。あー、惜しい。惜しいね。もうちょっとで2本当て。2本当て1回もできてないんだけど。ギリギリやん。あ、危ね。危ね、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 危ね。危ねー。よし。さあ、ここ。ここね。ここでパックを使うかどうかってとこだよね。私は使われません。SS 使うか？あ、全然早い、全然早い。ダメだよ、全然早いね。貫通のトウカちゃんで、どう行くかな、これ。サクン、下に行って、サクン。ぐらいでいけるかな。それでいければ結構でかいんだけどな。お、あー、惜しい。でもこれ結構いい感じじゃない？ちょっと今希望が見えたよ。ん？ああ、入れ張ったか。入れ張ったね。これごめんなさい。ここ多分かなり長いと思います。なので、もう飛ばしちゃってください。この動画見てくれてるだけでもありがたいんですけど、時間を、あ、見てくれてる方の時間を無駄にしたくない。そんな私の切なる願いです。ちょっと待てよ。次、バブでしょ？バブマサでしょ？バブマサ薄横間上がりで決めていきたい。でもこのぐらい薄くてもいいんじゃないかな。
ああ、今度はちょっと遅すぎた。上に行くのが。いや、調節むずいな。まあ、ここに速勝つけなかったのが本当に運営さんのせめてもの優しさだと私は思います。さあ、10日ちゃんチャンス。さっきの感じでも、これ行ったら止まっちゃうんだよね、きっと。だから、こっち行って、上まで、あー、でも行かないか。むずいね。結局むずい。そしたら、ワンチャンやっていこう、ワンチャン。もう突破しよう。早いって。早いか、これも早い。でもさ、薄いとさ、届くかなっていう不安に駆られちゃうんだよね。お、やっと来てくれた。今日のが縦軸の日でした。はい、突破でございます。 OK、 じゃあ一発政宗が動いた後はトウカちゃんバフかけていきましょう。そのバフで、まあそうだね、 1.5 倍のバフがかかるから、政宗は攻撃アップを意識しなくていい。それもでかい。早い。だからトカちゃんはとにかく政宗3体に触ること、右のレーザーを切ること、角度はこれでいいかな。よし、バフがけ成功。巻き込め、誰か巻き込め。あ、左上巻き込むんじゃね。右角で攻撃。おー、まあ割合だしな。これで 1.5 のバフが勝った。非常に戦いやすくなるはず。どうすか、右下ドン。うん、消したら3本当たってるわ。3本当たれば消されるわな。違う違う、私が見たいのは今までなかった火力。まあ今までなかったら無理か。これで上へ行けたでしょ。これね、エナポがダメージ入ってくれやね、また面白かったんだけど、まあ、残念ながらだね。さあ、トウカちゃんのバフ乗っかってる状態であれば、まあでもだからそう、何度も言うけど、1.5 なんだよな。非常に惜しい。見えない。見えない。これ左と連動してんだっけ？左か。あー、防具弾当てれなかった。強っ！ちゃんと強え。ありがてえ。はい、SS アクセルありがとう。じゃ、トウカちゃん、まあ今ちょっと余裕あるから、トウカちゃんも削りに行くか、じゃあ。意味ないかな？それは意味ないか。うん、やめよう。それはロバーに対して真摯じゃない。いってえけど、まあ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 、突破できるでしょ、これで。オッケー、突破でございますと。で、この次のターンのスタート時に、トウカちゃんは3ターン短縮される。これでまたラスゲでね、ラスゲで打ってくれればそれはそれででかい。これ SS いくか？ワンチャン暴れで。ワンチャン暴れを期待したけど、特に何もなかったかな。うん、そうだね。打つべ、おー、待って、3ピンとか踏んだのか。なんかそう、弾少ねえなと思ったのよ。少ないんじゃねえ。なかっただけだ。見えなかっただけ。さあ、これ、うまいことやれば確かにね、2処理できるんだよね。OK。2処理したけど、結局トウカちゃんのターンだから攻撃はできないんだよね、残念ながら。だからやれることやりましょう。でも縦勘で下手にね、そう、下手に当てちゃうとそれはそれでよくない。
下手に当てたかもしれない。完璧に。あ、一本当たってる。やっちゃった。なんてこったい。ターンアクセル。あ、残り10ターンか。ちょっときついか。2本当てたい。いや、いや、左上のはいいかもしれんけど、いや、右下でいこう。なんか複数当たんねえかな。当たらんね。あ、でも、やっぱ 1.5 倍でかいな。そう、私ね、マサムネ4体サブアカ含めて持ってないんですよ。だから全員が高キャップ状態で動けるってことに今私は感謝してます。それだけでも感謝。さあ、これは2本当たったんじゃないか。おお、マジか。強いけど、バフかけたい身としてはな、もちっと待ちたかった。で、ここパック使って、お、2段階溜まるじゃん。いいね。パック。OK。で、あとは左下を、トウカちゃんして。ははは、ミスったんだけど。当たった、よかった。焦ったわ、今のは焦ったわ。さあ、ラスゲ。こっからでも別に。いや、削っとくか、ちゃんと削ろう。大丈夫。今回はバフもあるし、バフあるし、割合あるし、ラスゲがちょっと安全に削れると思えば、いいんじゃん？あ、でも攻撃キャップ状態じゃないと、やっぱしょっぺえな、威力も。これでちょっとがっつりめに削ってもらって、ビーって。うん、強い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 。でもラスト、トウカちゃんの SS で決めれたら、それはそれで一番、絵面がいい。頑張れ。じゃあ2本。いや、3本当てなきゃ無理だな。あー、全然届きもしねえ。届きもしねえけど、そうだね。トウカちゃんでラスト決めたかったけど、今でも剣持ってんだよね。剣持ってて SS って割合も入って、これじゃダメだな。このぐらいか。あ、全然だね。全然。2P、3P にバフがかかったから、とりあえずよしとしましょう。レーザー打ってからの、うかくで攻撃。おー、いいんじゃん。まあまあまあ、妥協枠ってわけじゃないけど、マサムネ4の方がもちろん強いとは思うけど、悪い気はしないね。使っててね、そこまで不具合を感じない。で、ワンチャン私的にだけど、ベニより強い気がする。この、何？マサムネの高キャップを意識しなくていいっていうターンがでかいから。まあそうね、個人的にはだけど、強いと思いました。ご視聴ありがとうございました。ハムタローでございます。トウカちゃんのバフのおかげで、1.5 倍がかかってるレーザードン。OK。じゃあ、バイバイ。ありがとうございました。俺もトウカちゃんに感動したよ。バイバイ。